本日はこのオープニング曲、東京星影バージョンを歌っている山田萌さんにおいでいただきました。早速インタビューします。山田萌さん、こんばんは。こんばんは。DJ のダンプヤジボーイに一言どうぞ。ダンプさんのラジオが東京生ゴミバージョンアップですよね。全くその通りで何も言えねえ。ダンプラジオスタート。 DJ バイ歩く粗大ゴミ。すいません、また時間間違えました。このままダンプラジオスタート。いけにえゲストからいくよ。大切なゲスト様を大切にいたぶるコーナー、いけにえゲストコーナー。ゲスナーラジオ DJ ダンプおやじボーイです。さあいけにえよ、ウェルカム。本日のゲストは大阪で大活躍中のアーティスト藤沢優奈さんです。さあ優奈さん、張り切ってどうぞ。いけにえにしてやる。されちゃったけどね。皆さんこんばんは。今日のゲストはすごいです。僕の仲間のトーマくんをもうなぎ倒したというね、もう本当に赤コーナーなんて絶対怒られますね。今日のゲストは大阪で大活躍中の藤沢優奈さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。すごいなんかよそ行きの声になっちゃった、さっきと違って。ねえ。そうですね。さっき僕はですね、ゆうなさんの曲のタイトル名を、ねえ、はい、いい歌でトライアングルを、トライアゲ、エンジェルって言ったらすげえ声になりましたよ。すごい声になって。ね、いいタイトルですけど。ね、なるほど。今はとても本番になると、もう本当に猫を被ってくれてとても助かりますということでね。このまま一生これ録音しないと僕ね、命持たない。ねえ、もうゆうなさん怖くて。な、そんなね、明るいゆうなさんなんですけど、実はですね、はい、ラジオもやってるって聞いたんですけど、どちらの方でラジオやってるんですか、番組。はい。そうなんです。大阪は、ラジオ岸和田というところで。岸和田といえば、もう、だんじり。そうです、そうです。うわー、そこで、もう、だんじりはあれ、ゆうなさんが一人でやってるっていう噂あるんですけど、小指で弾いてるっていう噂あるんだけどね。あなたが噛んだ小指が痛いっていうのに、私はだんじりを50人乗ってるだんじりを指でやったから、ちょっと痛いかなって、それ聞いた僕らの心が痛くなるってね。ねえ。いやー、素晴らしいですね。そのだんじり、そのラジオ騎士はだね。はい。番組。そうなんですよ。いつやってますか？はい。番組はいつやってますか？はい。はい、第3、第4木曜日の夜の19時から、はい、19時からですね、はい、はい、アーティストファクトリーユーナレディオを、ユーナレディオ、これも、はい、でタイトル、番組名がすごいかっこいいんですけど、アーティストの工場ね、これやはりなんかこの、はい、アーティストさんを呼んで、そこでもう、いたぶるような感じ、無知でピシピシなんて言いながら、ねえ、あんたがいるから邪魔なのよって感じの、ねえ、もう工場というかね、懺悔室って言った方がいいんじゃないですか、ユーナの、アーティスト懺悔室とかね、ねえ、いろいろこうあると思うんですよね。ね、素晴らしいですね。はい、やっぱ、こちらの方の、やはりこの中の、アーティストファクトリーって言うんですけど、はい、実際はこれイケメンファクトリーにした方が良かったとかいう、そういうのではない。ええ、イケメンを呼んで物色しながら、イケメンを、それいいですね、プライベートでやりたいですね。プライベートでね、皆さん聞いてる皆さん安心してください。僕はイケメンじゃないから呼ばれませんのでね。ね、悲しいですね。人間というのはね、もう本当にね、顔で選ばれますから。けど僕顔もね、体型も心もゲスでございます。どうもすみませんね。いいとか何もないです。ねえ、何もないですよ。やっぱもう CG 様々でございますからね。で、ね、で、そんなね、ゆうなさんなんですけども、アーティストとしてやってるんですけどね。とても僕がね、好きな歌、さっき言ったんですよ。トライアングル。そう。もそうですし。ありがとうございます。そして、ね、今日ちょっとこの後書けるんですけど、まだ待ってくださいよ。皆さんまだね、喋、はい、らないとね、僕もね、喋るために生きてますから、寂しいと死んでしまう。うさぎちゃんって言われてますからね。ね、で、そこでね、ブレイクする新曲なんですけど、これまた元気で出るこの歌も好きなんですけどね、さらに僕ですね、Tell Me Why。これがね、ちょっとね、YouTube でね、聞いてたらね、本当はね、はい、すごいんですよね。タップルでね、ちょっと結婚しようかなと思ってやってたら、急にこっち飛んじゃって。
ねえ、もうすごいなっつね。どこにね、もう本当に藤沢優奈がどこに隠れてるか、優奈トラップがあるかわからない。そして、テルミーワイを聞いた途端に、ねえ、はい、もう今までの自分が、恥ずかしくなりましたね。ねえ、女の子に対してスカートめくりをしたとかね。もう、あ、こういうことやっちゃいけないなっていうのは。いや、冗談なんですよ。あの、テルミーワイの、あの、僕男なんですよね。あ、当たり前じゃないですかね。ねえ、だけど、女の子の知らなかった気持ちとか、切ない気持ちが憑依してくるんですよ。ね、このテルミーワイ、これ作ってあたって、あの、これ、何かこう、ゆうなさんの歌っていうのは何か、歌声も曲によって違ってきて、何かもう、ね、だからね、全然ね、聞いてて楽しい。うん、何かこうね、で、歌ってる姿もなんかすごい元気を出すときはなんかお姉さんのような感じ。お姉さんとか、女王様のような、ちょっとね、ハイヒール履いてこの野郎って感じの、なんかこうね、あの、ケツ蹴ってくださいじゃないけどね、はい、なんかね、そんな感じなんですけど、で、あとはやっぱりね、元気出すときはこう前先頭切ってって引っ張ってってくれるような感じと、うん、あとなんか女の子の切ない、何か訴えてくるようなこのテルミーワイなんですけど、うんうん、こう、あの、やっぱりこの、ゆうなさんの歌っていうのはこう、基本は何でしょうか？こう、みんなに聞いてもらいたいっていうの基本は何か？あ、基本ベースは、まあ、私、経験してることとかも結構載せてたりするので、こう、あ、さっきも言ったとイケメンをさらって、捕獲して、むしゃむしゃ、むしゃむしゃね、あれ。そんな歌ないんですけど、それは、それはじゃあ、作ります。あ、ゆくゆく作りましょうね。ねえ、ゆくゆくじゃあ、ちょっと練習しましょう、練習しましょう。俺ちょっと曲紹介する。ちょっと待って。アーティスト、あ、じゃあ、それではいきます。それではお待たせしました、皆さん。藤沢優奈で、自主、どうぞ。ね、自主じゃいけねえじゃん。ね、自主ね。ね、イケメン乱れ食いにしますからね。怒られるわ。怒られる。すいません。あの、藤沢優のファンの皆さんすいません。5万人のファンの皆さんすいません。だけど僕のファンは1億いますよ。布団の中に。1億匹です。ダニですね。みんなね、外国人なんですよ。ダニエルってね。ダニをエルって書くんですけどね。結局日本語じゃねえかってね。すいません。話飛んでました。すいません。あ、その世界観ですよね。この、そうですね、基本ですね。これは、はい。はい、なので、こう、私というのを知ってもらいたいっていうのも大前提にあるんですけど。うん、だから痛いんだ。テルミーワイは痛かったです。痛かったです。で、よく見たら画鋲踏んでましたね。な、そうじゃないですか。ねえ、もうどこにいても。そうじゃ、胸元見たら何もないのにと思ったら、ね、岸和田の方でね、わら人形に五寸釘打ってましたね。あ、俺恨まれてんだと思ってね。言うな、怒って、なぜか痛い。歌い方も、ちょっと何かこう、なんか、完成してくるじゃないけど、逆になんか、あの時なんで素直になれなかったのかなっていうのが出たりとか、あのね、問いかけっていうかマジックです。なんか、タイムスリップになっちゃう。そうです。すごい。僕もね、やっぱ、ね、青春時代、寺小屋だったんですけどね、あの時はちょっとね、もう A じゃないかしてね、結局、ね、晒し首にやって、なんで生きてんだ俺ってね。江戸時代だ。ね。だけど、本当にすごい世界観が見せてもらってね、何か皆さんもぜひ YouTube でね、藤沢優奈。優奈という、夕暮れの夏と書いてね、ございますのでね。いやー、だけど素晴らしいです。はい、そんなアーティストの、はい、藤沢優奈さんなんですけど、いいですね、アーティストになったきっかけを教えていただければ嬉しいんですけど、はい、ありがとうございます。きっかけはもともとダンスのチームを作っていて、なるほど、はい、ダンススタジオに通ってたんですけど、はいはい、それももともとね、うんうん、お仕事でダンススクールに通うことになったんですよ。私、レースクイーンをちょっとやってたことがありまして、レースクイーンやってたって、トーマくんのラジオで、聞きました、レースクイーンって、レースクイーンって言ったら、友人、よだれが出てきちゃって、自分、すいませんでした。で、YouTube、タップルやったら、こっち行っちゃって、それはないです。すいませんでございましたね。ねえ、マッチングアプリ、皆さんよろしくなんでね。ねえ、それなんですよ。レースクイーンまでやって、レースクイーンはどんなレースの時のに、バイクのチームに主に出てたので、鈴鹿とかが多かったんですけど。うわ、本場じゃないですか。ねえ。そうです。いや、今ではね、本当に歌舞伎町でも立ってるような感じでもね、行けるようなね。ねえ、もう僕なんてすぐ通っちゃうようなね、まあまあお願いしますなんて感じでね。
ね、今日安くしといてなんだけど最後ぼったくられてね。ね、結局最後あの住宅高校金35年ね、ローンで払うというね、とんでもねえって。払うんですよ。そうそう。で、けど大丈夫、安心して、僕の顔で、この顔と僕のトークで、ね、あの、スナック、藤沢優奈って言っても、うん、ね、お金払う前に門前払いになりますからね。ありがとうございます。いろいろ払うっていうのも、日本語って難しいですね。ね、いろいろね。ね、ありがとう。足払いで終わっちゃったな。ね、すいませんでした、トークがね。いや、あと、その、あ、じゃあアーティストになって、そのダンスチームがきっかけなんですか、はいはい、そうなそのそうなそでその、まあ、イメージガールのお仕事をさせてもらった時に、はいはい、あのダンスをスクールちょっと習いに行ってちょっとダンスを踊れるようになってくださいっていうところで習いに行った先で出会ったメンバーというか、はい、お友達と一緒にダンスチームを組んだんですけど、はい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 、そのチームの中に歌を歌う女の子が一人いて、うん、あなるほど、はいはい、そうなんだよ。でその子のバックダンサーを始めて、うん、でそこから一緒にやってみないかっていうので一緒に歌い出してからが始まりです。はい、いやだけどそれは多分ねもう運命でなってましたよね、うん、運命そうですかね、本当そうですよね。いやでもじゃあちょっとじゃあここで早速ですねゆうなさんのね、はい、ナイスソングハート元気ソングをまずちょっと聞いてもらおうと思いますので曲紹介の方お願いします。はい、では皆さん聞いてください。藤沢ゆうなでブレイクスルー。脅かされてゆく僕らの日常さえも偽りと孤独が世界を支配している。じゃあ本当にさっきねトライエンジェルって言って怒られたけどもう関係ないもうね、ま、人間間違えるじゃんって。だってユーナだって間違えてるじゃん。だって間違えてこの番組出てるんだもん、騙されて。だからもうブレイクスルーじゃなくて最初鼻からスルーってやんなきゃいけない。最初からスルーって言ったのね。いやだけどこれなんかどうして引っ張っていくんですかハートを。何かこれねなんかね不安がなくなるのは何でしょうか、うん、これ。あ嬉しい。でも本当にそういう疾走感を大事にしてる曲なので、そう走ってほしいですダンプさんにも。ね、うん。はい。でですね、ちょっと今日はですね、ゆうなさんのファンからメッセージが来てるもんでちょっと読んでいこうと思います。まずはですね、大阪からつるりんさんね。おお。つるりんさんね、ダンプさん、はい、ゆうにゃん爆笑って爆笑ってなんだこれ。爆笑ってなんだ。ゆうにゃんこんばんは。ね、ダンプさんくれぐれもユーナンユーニャンをいじめないでねって、逆にいじめられてるおめえふざけんじゃねえよ本当にね。なんてユーニャントークでガンガン突っ込んでも大丈夫だからねと言ってね、怖いこと言ってくのお前、お前火に油を注ぐなねえ。もうユーナさん今 ね今何喋ってる最中ね包丁研いでるから今ねえ。さっきダンプさん頸動脈どこって言ったからねちょっとね気をつけてるんだよね。ねえ、いやまだですね、はい、メッセージ来てましてね、続きましてはね、大阪のイッシーさんからいただいております。はい、今日は藤沢ゆうなさん、ゆうにゃんがゲストだということで、ダンプさんお手柔らかにお願いしますね。いや、お手柔らかということでね、もうね、もうね、すごいです。もう焦っててもね、もう本当に先ほど生命保険入ったぐらいですからね、僕ね。ね、負けてはいないと思いますが、負けてないですよ。さすがですね、さすが。ゆうにゃんダンプさんのラジオ出演おめでとうございます。ね、これおめでとうじゃないよね、お悔やみ申し上げますと言ってくださいねイッシーさんね本当この番組出たら終わりですからね。
あ、けど書いてありますよ。7月7日の生誕サンデーライブ、はい、大成功おめでとうございました。ね、ありがとうございます。ハプニングも味方につけて大丈夫の魔法で頑張りで最高。そうなんですよ。前日にちょっとね練習しすぎて声が出なくなっちゃって。わかる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 。頑張りすぎちゃう。気合いが入りすぎちゃって。そうなんですよ。ねえ。うん。やっぱり練習してね、ちょっとね、はるか 5km 先にイケメンが500人いると思ってそこに届けようと思ってね、ねすごい雄たけびを上げて、あ、そんなハプニングでもね大丈夫の魔法ってね、これ素晴らしいですね。頑張れて最高でした。続けますね、はい、またサプライズも最高に盛り上がりましたね。いろいろあったんですね。生誕祭ライブが終わってゆうにゃんは相変わらずお忙しそうですね。お体は十分いたわってください。いつも笑顔のゆうにゃんが大好きなイッシーより。ダンプさん読んでいただいてありがとう。絶対読まなきゃいけないと思って読みましたからねえ、やばいですからね。これ脅迫っていうんですよ、この部分。ダンプさんでもここ普通に読むとハートマークいっぱい入ってるから、ダンプさん読んでいただいてありがとうございますですけど、これあの多分イッシーさん気持ちが、ダンプさん読んでいただいてありがとう、読んでるよねって読んでます空気を読んでます。私真っ先にイッシーさんの心読んでますね。僕も長生きしなきゃいけないですからね。ねえ、いやだけどね、まあ、さらにメッセージなんですけどね、さらにウッチーさん、大阪のウッチーさんから来ています。わ、嬉しい、ね、で読みますね、はい、ゆうにゃん、はい、この間は生誕祭無事大成功おめでとうございます。いまだに余韻が抜けないくらいの、俺髪の毛抜けてんだけど俺はね、でそれほどもいいか、ね、すいませんね、あのすいません、アデランスとかね、あのアートネイチャーのスポンサーお願いしてしますね、よろしくお願いしますね私ね、最感無量のライブだったよ。私のサプライズもめちゃ喜んで嬉しかったです。なんかユッチーもサプライズ何かあったんです？ですよ、ええ、いやいやね、俺にはやんねえくせにね、この女畜生怒られる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 ね。で、ああいうけど嬉しいですよね。私は何より抽選でユーニャンの切手が最後に当たったことが嬉しくて涙が出てきたよって。ゆうにゃんの切手ですか。僕な右の拳もらえそうでんで、はい、涙も違う意味で涙出てきそうですね。もうね、ゆうなのけどパンチはけどいいですよ皆さんね。ねえ、女王様パンチぜひ受けてくださいね。で、それで書いてある、大好きなゆうにゃん、これ俺は大嫌いってこと、これこんな多分カッコしてる入ってますね。うちの心の中入ってますよこれ。でさらに大好きなトーマくんとまたツーマンライブをしてくださいね。俺全然入ってないですね絶対ね。ね、絶対ね。うっちーこの野郎、ね、そうそうそう、1ミリも。おい、言うな、言うな、お前な。ね、さすがに、勝ち怒ってます、この女。ね、さすが、ゆうなちゃん、最高です。ね、いつまでも、ゆうにゃんファミリーの一員で、いたせてね。ね、このファミリーっていうのは、マフィアのファミリーって取っていいですよね、これ。ね、ね、ゆうにゃん組、ね、ゆうにゃん組です、ごめんなさい、皆さんね。ポコちゃん、また再会、楽しみにしてます。ということでね、いやー、来てます。さらにですよ、さらに、トーマくんから。トーマくんから来てます、ありがとうございます、ますね、はい、ダンプさん夜中に電話をワン切りするのやめてください。あ、これ違うわ、俺の苦情だった、これ苦情だった、あのね、調子こいててこれね、いたずら電話してるもんです、すいませんすいませんね、すいません。で、あと水道局さんから来てますね。水道局さん、早く入金してください。水止めますよ。あ、これじゃ督促状だ、これ関係なかった、すいませんすいませんでしたね、すいません。トーマくんは多分僕に対してのこれ、あのあれですね、裏切りの声に走るので恨みを込めてましたね。いやそんなね、なかなかメッセージまでねくれるというね、やっぱね、アーティストがね、どんだけ温かいか、歌聞けばわかる、ハマっちゃうのよね、この人間性と優しさとね、えでやっぱりね、あとね、ダンプさん1ミリもないですね、ダンプさんのことだって言ったこの優しさ、違う、やらしさ、やらしさもねすぐに出してくるね、もう本当にもうね、だんじり女ゆうなね、最高ですね、最高でございます。そんなね、最高のゆうなさんなんですけど、ゆうなさんが大好きなアーティストがいますか。昔ちょっと好きだったっていうのは、憧れ、それは誰ですか。
待って、ダンボさんじゃないですよ、ちなみに。なつきしろ。1ミリもねえな。いや、ごめん、言い間違えた。1ミクロもない。ねえ、ね、1ミクロ。やらしい女だな。好きだぜ。ねえ、ね、俺けどね、攻撃されるの大好き。M おやじボーイって呼んで読まなくていいよ。読まなくていいよね。ねえ、ねえ、ね、藤井さんじゃない、S 沢って呼んでいいか、今度。ねえ、ねえ、ねえ、ね、怒られる、怒られるね。ねえ、それは、それは、やっぱ徳川家康ですか？徳川家康。徳川家康じゃないかね。はい、ねえ、誰ですか？はい、あ、安室奈美恵さんです。うわ、来た。だからダンスまでやっちゃえるんだ、ゆうなさんは。いやー、もうダンスだなんてもうそんなあれですけど、そう、安室ちゃんがもうファンでして。いや、そうだ、まあ、やなんかけど大阪の安室って言われてもないですねえ、もうニュータイプで。いや、親父にも殴られたことないのに。あ、それ違う、そっちはガンダムだった、ごめんなさい、ね、ガンダムだった、ね、アムロレイでした、すいません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 。やらしい男で、やらしい男でやらしい女がお届けしておりますね。今日のゲストね、今日の LCVFM でございます。今日で最終回になります、このラジオ番組。おかしいわということでね。ねえ、すいませんでした局長って。またサイン成分書きますね。ねえ、ざまあみろって、それは反省文じゃねえか。ねえ、大丈夫です、怒られても、局長に怒られても、はい、ゆうな出すぞって言うと多分静かになりますね。よかった、ゆうなさんいてくれて。やはりね、ファミリーだからね。マフィアファミリーのゆうなさんだからね。ね。ね、誰もが怖いってね。ね、助かったよ、はい、今日は、なんてね。いや、それで、まあ、安室さん好きだったんですけど、ね。はい、そうね、その、ね、うん、アーティストとしてこの、歌う時とか、ね、うん、ステージに出る時に何かこう、験担ぎなんかあります？ゆうなさん。験担ぎね、ええ、私は、出番のギリギリまで喋って、包丁磨く、あ、包丁磨くじゃねえ、トークじゃねえ、喋る、え、これは喋るっていうのは、鏡見て一人で喋る、怖いな、ねえ、あ、それ俺か、ねえ、一緒に出てるアーティストさんとかと喋ってますね。あ、じゃあこの前の生誕祭はトーマくんとかとも、うん、あ、喋ってる、結構喋ってたりするし、あ、なるほど、うんうんうん、トーマくんもね、喋るのね、好きで、あれ、そう、ね、トーマくん好きですよね。そう、それで僕と喋っててもトーマくんなんとかで、うん、トーマです、トーマですとか言わないんですよ。もうトーマですで分かんないもんね。じゃ話変えると思って、俺はって言うとトンマですってちゃんと言いますね。あいつトンマですねって、あいつ失礼ですよ、あいつエンマのようなやつですからね、もうあのハートがね。ねえ、とんでもないやつなんですよ ね相棒なんですよ ね。いや、そんなねえ、そんな、うん、ねえ、最高のねえ、ゆうなさんを育てた食べ物聞きたいんですけど、好きな食べ物ベスト3教えてください。まず、はい、第3位、イケメンね、イケメン第3位お願いします。第3位は焼き鳥です。うわ、来た、焼き鳥、美味しい。焼き鳥は何がいいです？ネギマです。うわ、ネギは、ネギとの相性が合いますもん ね、最高ですよね。いや、これは最高だってなると、これは、はい、この次は酒聞きますね。お酒がこれいいですもんね、はい、じゃあ第2位をお願いします。好きな食べ物第2位、焼肉です。肉、やはり来たが、やはりね、肉食系アーティスト、はい、藤沢優奈。いや、やっぱね、もう肉肉しいですね。やはりね、もうね、1ミクロもねえって言われた時、肉たらしいですからね。もう最高ですね。こう、焼肉が僕に対してこう、宣戦布告してたんですね、これ。ねえ、はい、ねえ、好きな部位は何でしょうか、焼肉の。ミノです。うわ、こだわってる。やはりここら辺はやっぱ上級勝負ですね。でしょ。いや、じゃあ、やっぱ食べ方は何でしょうか。鼻から食べるとか、やっぱり鼻から食べて痛いです、味しないですね。で、食べるのは塩タレどっちですか。塩派なんです、私。くわ、やはり塩、俺に対しての塩態度みんな分かりましたね、やはりね、聞かなくても分かりますね。ね、本当にもうちょっとシュガーでお願いしますね。僕だって負けてませんよ、僕だって甘いしょんべんでる病気じゃねえかということで ね、すいません、まだ大丈夫ですね、すいませんということで、そこで第1位の発表お願いします。好きな食べ物第1位。第1位は当たり目です。みんな当たり目ね。どう当たりです、当たり目。皆さん、ファンの皆さん、なかなか安い女です。当たり目持っててくださいなんて。そう。けど当たり目はこれ、この食べ方はどんな感じで、本当に炙って食べるんですけど、はいはい、つける調味料にこだわりがありまして、ほう、それは何でしょうか。はい、マヨネーズに醤油を垂らす。あ、そしてある、美味しい、うん、そう、最後に一味です。
七味じゃなくて一味。そうです。うわー、これらもう今日、ね、あのメッセージ読んだのも藤沢ね、なね、もう優奈ファミリー、藤沢優奈組の一味ですからね、ファミリー一味ね。そんな一味長く長く言ってこれだけかって感じ、すいませんでした。で、散々1分間引きずってこれのためにすいません、時間を費やしてしまいました、すいません。あー、けど美味しいよね、そんだけのやるとね。え、なんで当たり目がいいんです？もうなんかずっと味があるじゃないですか。あー、噛めば噛めほど味が出る、まさにまさにユーナソング、おいしい。じゃあ今度から大きな声で当たり目ソングって呼んで、殴られそうだな。あ、いいですね。あ、ねえ、けどなんかあの当たり目は炙るんだけどダンプは炒ぶるって感じ。おはや、けど言われてみたい、言われてみたい、ちょっといい、ね、ろうそく、僕は第3位ろうそく答え。あ、違う、おかしいおかしいおかしい、怒られる怒られるね。いやー、けど素晴らしい。じゃあ、ね、ここまで見ると皆さん分かりますよね、お酒が絶対に聞きたいですよね。というわけで、好きなお酒ベスト3お願いします。第3位は、はい、日本酒のスパークリングです。スパークリング、これまたなんでスパークリングなんでしょうか、日本酒の。そうなんですよ、私日本酒飲めないんですよ、はい、ただし日本酒は飲めない、そう、飲めない、おみきも飲めないんですよ、お正月の。あー、それはそうですよね、やっぱお祭り多い、はい、ねえ、うん、やっぱりちねえところですもんね、やっぱ。そうなんです、だけどなんかね、はい、炭酸だと飲めるんですよ。炭酸だと飲め、あ、だからスパークリングで、うん、あー、この日本酒、皆さんぜひ日本酒ね、やっぱね、このねスパークリングが あるんですよ、なかなか美味しいですね。美味しいです。あー、すごいです、すごいです、うん、で、あとはですね、じゃあ第2位の発表お願いします。第2位は、はい、ハイボールです。きた、これは美味しいね、これは美味しいです。これはやっぱもう最後までこれでいけちゃいますよね、もう、はい、ね、ずっと。あー、ハイボールおしゃれ。ここまで来ても第1位は、じゃあもう皆さん分かってる通りですね、そうです、陽明酒でございますね。飲んで健康よろしい冷え性になる、こんな冷えたようなね、ラジオ、ダンプラジオにもね、陽明酒があれば暖かくなります。すいません、頭の中あったかいダンプ屋ジョボです、おかしいよ、ね、すいませんでした。ということで第1位お願いします。第1位はビールでーす。うわー、ビール、やっぱり乾杯はビールですよね。そうです、やっぱりシュワシュワ系が好きなんですね。そうなんですよ、やはり。はあ、やっぱけどね、なんか飲めそうで、いや、飲めそうな感じがするやっぱちょっとこれからじゃあ歌う歌うわねっつってたら間違えてね、あの一升瓶持ってそのまま飲みながら歌ってるのよ。それでもね、不思議じゃない、マッチしちゃってるもん。だから人間が空気を吸うのと一緒、もう自然現象だから、それ、うん、全然気にしないね。ね、俺通報するだけだからね、怒られるからねいやー、すごい、そんなね、いろいろなアクシデントもね、ライブの中の物語に変えてしまう優奈さん、歌を作ってる、作るじゃないですか。この中に歌を作る時のこの、ね、自分のこのね、なんかこだわりとかありますか？私はまあ基本的に歌詞のちょっとそういった骨組みを作る人なんですけど、はい、はい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 、一応大事にしてるのは、まあ、実体験ももちろん踏まえて入っているのと、あと、はいはい、身近なこと、なんかみんなにもなんか必ず、あ、分かる分かるっていうような、そういうのをまず大事にしてますね。じゃあ今日ここで僕と喋ったこともこれ歌になるんですね。そうですね、多分孤独な老人ダンプダンプとかね、本当に言ってる恨みこもってるこの女こいつ今本気で言ったぞこの女、みんなもう一回これこうエフェクトかけてやるわねってね、孤独な老人ダンプでダンプこの野郎って感じ、本当に反省してもしきれないゲストコーナーになってしまいました。生贄になってしまったのが私ということでねいやだけどね、素晴らしいですね、やっぱね、このね、もう本当に、ね、生活音までもうがね、もう、はい、この歌になっちゃう。だからね、優奈さんがプーってやっただけで、あー、これだわなんて感じのね、ね、素晴らしいって怒られるな、これ皆さんしっかり芋食ってくださいということでねいやだけどね、そういうのも歌にしてしまう、生活一つ一つ、すべての音との出会い、そして寄付系、ね、景色との出会いまでもが歌にしてしまう、もうこれが優奈ストーリーですよね、もう物語になってしまう、はい、すごいですね、素晴らしいですね。もうそんな中なんですけど、もうあの優奈さんが今後目指してることありますか、うん、目指してること、
目指していることは、はい、私今関西でしかライブができてないので、はい、この後網走刑務所行けますよ、北海道行けますよ多分ね行けますか行ける、ね、ける海外行けます、ねね、あの海外の、ね、脱出不可能の、ねね、あ なんとか、ね、なんとかとアストロのなんとかととかね刑務所ね、すいませんでした、ねねうん、そこでじゃあ大阪から、はいはい、なのでそう大阪から脱出抜け出してこのラジオね聞いてくださってるみんなが応援してくだされば、ええ、みんなの街へ行って歌うことができると思うので、いやそうですよね、本当にね来てもらいたい、こんな面白い人は歌もいいし漫才も聞けてるダブルショッカーですね、もうねね本当ね素晴らスウェードズ、まあ、僕から見ればダビルの悲劇ですけどね、ねえねえユーナさんから見ればダビルの喜劇ですけどね、ねえねえじゃあそのユーナさん今日の放送が7月25日なんですけど、はい、今後の予定あったら、はい、おすすめのイベントあったら教えてください。ありがとうございます。たくさんライブありまして、はい、SNS なのであの常にアップしてるんですけれども、はい、この先8月6日、はいはい、8月6日に堀江ゴールディというところでちょっとした、はいはい、大切なイベントが待っています。おやおやおや、これはぜひ皆さん行って、はい、そしてもしあれでしたら藤沢ゆうなのね、もう本当にウェブサイトとか、ね、SNS で皆さんぜひ確認してください、うん、ということでね、いやーけど今日ねあっという間にもう約30分喋ってますけどすいませんね、本当に楽しかったですもんね、いやこれはねまたね出てもらいたいし、まあ僕の相棒トーマ君もお世話になってますので、ねまたぜひね何かあったらで電話ください、ぜひ僕携帯電話オフにしまってますので、ね携帯電話オフにして、糸電話で待ってますのでね、糸切ってねなんて怒られるね、殴られるわ俺が、みんな助けてくれ、俺が今日この後行方不明になったら犯人はそう藤沢優奈ですって笑顔で言いましょうということでね、ね1ミリもないよとかね、ダンプこの野郎といった藤沢優奈さんですね、いや本当にねこれからも皆さんぜひ藤沢優奈ストーリー、はい、そして素晴らしい歌を皆さんぜひチェックしてください、というわけで今日のゲストは藤沢優奈さんでした、優奈さんありがとうございました、ありがとうございました、皆さんまたお願いします、バイバイ。トリコロールのナンバーで負けないで、いやちょっと別府さんのねとこのねミュージッククロスメッセージ4通ということでね、気になって僕もね先月の放送聞き直してみたんですけど、なんかすごい疲れ切ってるし元気ないね、やっぱ別府さんね、ねいつも別府さんがこう出てくるとね必ずねどうも別府です、別府勝彦です、ダンプ嫌いです、ダンプバカ野郎なんて言って、いつも言ってるんだけどね、何もそれが出てなかったということで、やっぱこれはやっぱあの新婚のね奥さん若いじゃないですか、新婚さんで多分ね父揉ましてもらえなかったんじゃねえかなっつってね、ねえ肩揉むよ、あ滑ったっつった時にてめえやめろっつって多分ね、で腕式逆十字もらってね、それで元気なかったと思いますからね、デブさんしっかりあのお金払って父触ってください、一揉み5万ということでね、そんなこともありますので、やっぱり奥さんねワイン飲んでくださいってワインの中にねちょっと眠り薬入れて、そっからあの寝たら触るという、そういうね時代の最先端を走るねテクノロジー攻撃でね、単なるエロジジーだね別府勝彦もね、でそんなわけでね、あの皆さんぜひあの別府勝彦くんのねミュージッククロスメッセージボランティアで送ってください、メッセージテーマ発表します、来月のミュージッククロスのテーマ、最後言ってましたよね、アニメ好きだって、ドラえもん好きだって、ドラえもん好きでなんで俺のこと嫌いなんだよ、ベップ。あれ、足短いじゃねえか、俺。あめ、実写版ドラえもんだぞ、おめ、俺は。あ、大好きって、ベップ。ベップさんのコーナーでは、アニメの映画が好きだって言ってましたね。あなたの好きなアニメ映画、ぜひ皆さん送ってください。よろしくお願いします。メッセージ頼むよ。というわけで、まだまだメッセージ来てまーす。オッス、ダンプさん、おいら、東京のフミリ、悟空だぞ。元気してるかい、このメッセージ読んだってたんで、お前のラジオネーム聞いた時点で元気なくなった。さっきまで元気よかったんで俺も。ねえ、エロジジーって言ってるまでやな。このエロジジー。お前も仲間だ、この野郎。もうすぐ子供たちは夏休みなので、そうだよね。孫悟空の真似をしてしまいました。これ多分鳥山明先生からね、慰謝料請求されると思うよ。そんなの腰の曲がった、性格の曲がった、フミリン孫悟空はね、ちょっと子供たちに悪影響だな。これね、ちょっと教育的に良くないからな。このラジオと一緒で、知ってるか、フミリン。お前と一緒なんだよ。お前は教育的に良くないだろ、お前。孫悟空使って。俺のラジオ見てみ？俺のラジオ、子供たちが聞いてるとんでもない。ね、お母さんたちに聞いてごらん、近所の。
子供に聞かせたくないナンバーワンラジオでよ、全国1位だからな、おめえどうすんだよ、おめえ威張れねえわ、ほんとこの野郎、おめえらのメッセージかけてふんびり、まいまいダンプの、あ、俺はこのラジオはいけねえのか、まあいいわ、結局 ね子供たちはね、寝てください、少子化対策ラジオで違うわ。さて、ウミリン悟空なら大阪のマイマイ親方さんはマイマイベジータかなっていうか、ベジタブル取るってやつだな、あれ短期だからな、しみじけえし、あ、それ俺が野菜が足りねえんだ、野菜がな、俺頭足りねえんだよ、愛情が足りねえんだよ、金も足りねえんだよね。さてさて、ダンプさんが作詞作曲した歌はいい歌だし覚えやすいので、うん、そりゃそうでしょ、漢字書けないからね、ひらがなしかないからね、お前にはちょうどいいと思うよ、ね、お前とマイマイのために作ってんだ、俺二人のために、お前ねえ、三人で歌を歌わねえわ、本当に小気まかし歌おうぜ、ね、歌じゃねえわ、今度 CD プレゼントしたらメトバガーの CD くださいって500万円で売ってやるわ。カラオケに行った時はこの曲やったらぜひ歌いたいです。いや、カラオケに入ってくれ、お前、世の中のためにね、いい、カラオケに行かなくていい、マイク持っただけでね困るから。けど、マイクってもあのフミリンさんと前回親方のマイクはタクアユミさん求めてるからな、気をつけろ、取られないようにな、あれコレクションしてるからな、怒られるわ。 LCVFM 様、東京のフミリン、アドレスが変わりましたのでよろしくお願いします。おい、あの LCV のスタッフ、あのこのね、アドレスフミリンの、あ、これもう迷惑メールに登録して二度と来ねえように、頼むね。そうすると子供も消えるラジオになるから、あ、ダメ、あ、俺パンツ脱ぐとお子様だから、お子様ラジオ、あ、ダメ。というわけで怒られるわ。メッセージありがとうございます。続きまして、メッセージは大阪府タクアユミの寝室親方です。笑いて、マイ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 親方、ようやくお前もようやく仏になるか、けどな、下手にな、寝室の下のさ、床下に埋められるとお前生えてくるからな、もう本当にカビ以上に怖いからな、お前な、ねえ、すぐ生えてくるから、タクアさんのすげえ脇毛なんです、5秒で生えてくるよ、そってもすげえよ、ほんとウニグレだからな、怖いんだ、あの女。今日初めてダンプラジオを聞いた方がいらっしゃったら、こいつなんちゅうラジオネームなんやと思われるでしょうね。多分ね、あのエンディングの前でみんな聞いちゃうから、エンディング聞いてるのはタクアユミ、マイマイ、あのフミリン、僕ダンプの喋り面白くないって、ね、面白くねえわ本当に、すいませんということでね、4人しか聞いてませんからね、安心してください。だから何言っても OK だよ、 P なんつかないから大丈夫だよ、俺の人生が P だからね、やめろこの野郎本当に。フミリンさん、我々はとっても強力なダンプコロナ、とっくに昔から感染してるんだから、今さら新型コロナになんて感染しませんね。とりあえずストリップ劇場一緒に感染しに行こうやめなさい、こら怒られちゃうわね。あのダンプエロナね、エロナで頑張ってますからね僕ね、なかなか治らないタチの悪いダンプウイルスですが、まあ、最近年取ってたさ、タクワさんとラジオやってからタチ悪いんだよ本当に、筋肉ムキムキ見ててさ、ダメなんだな、ダメだ本当に、薬なきゃね、マカの力なきゃダメだわ本当に、魔王の力だからな、タクワユミさんのな顔はな、本当にな、怖えぞ、怒られるわ、言うなよ言うなよ、みんな黙ってろよ。ウィズダンプ生活を率先して行っていきましょうね、もう褒めてもらって嬉しいな、なんかとか嫌なこった笑いて最後までしっかり読まなきゃいけないな、これな、途中で喜んでたな、やっぱな、マジかよ本当に、お前ら本当にウィズダンプ生活じゃなくて、お前たちさ本当にね、パンツ汚れてるじゃん、茶色くなってるじゃん、あ、だから間違いなくおめえウィズ脱粉生活の方がいいんじゃねえかってすいません局長、なんで悪いで、ちょっと僕はうんが言えないんですが、言えない、うまく言えません、すいません、私ちょっとね、あの日本語まだ難しいです、まだ、あの だからあの、ダメなんです、不純異性行為でしか言えません、すいませんでした、とか、嫌なこったって、お前ちゃんと言ってんじゃん、ちくしょう、ね、仲間かと思ったのにね、ルイは友を呼ぶ、エロは友を呼ぶ、そんなラジオ、来週も続いてたらよろしくお願いします。というわけで、来週もこの時間にお会いしましょう、さようなら。おい、前ふみりん、大至急、LCVFM 局長室。一緒に謝り行こうぜ。頭丸めて。ああ、僕丸めてるから大丈夫し。天然で、ね、まだ生えてる。ちょっと大丈夫。タクワさんに脇毛分けてもらおう。頭に生やすぞ。あ、やべ、タクワさんの後ろにいた。なんでもないです、なんでもないです。かっこいい脇毛。素敵よ、タクワ。年寄りだと甘く見たな。